存在した。ね、尻バカッとしちゃった。それが可愛いなと思って。可愛い。これにしちゃいました。若干コンサバっぽいのがいいなと思って。ザローのブーツ。やば。やばすぎる。コスメはディオールに行ったらめっちゃ可愛いと思ってて。ハイライトでしょ。リップでしょ。シャンプー。あのグルタチオンクリームのベスコスに入れた。もうバームファンデ。続いて。2万円ぐらいね。50% オフなのに。よかった、まだ来てないけど。ねえ、なんか。ファブリック東京のワンピース22,000円です。これ新作だからセールじゃない。22,000円です。春に向けてね。先行投資ってことで。ではクラネのワンピース22,600円。え、可愛い。めっちゃ可愛くない？この奇跡的にサイズがあったわけ。はい。だって昨日入荷しましたとか言って。ハビのパンプス。流行って買ったものが偶然今年の頭に重なっちゃっただけです。すごい珍しいことじゃない？この時に買ってるのとか。こうやってると買いすぎたなって思うし、贅沢したなって思うけど。全体的には3年間ぐらい欲しかったものだから。